皆さんこんにちは。無肥料栽培、種口農園の谷口です。いつもご視聴ありがとうございます。毎日暑いですけど、皆さんどうされてますか？私はもう朝早く起きてですね、水やりに行って、まあ8時か9時ぐらいにはもう帰ってきて、まあ、昼間は他の用事をしてまた夕方だけ出かけるというふうにしてます。それで今日はですね、人参の自家採取について、お送りさせていただきます。自家採取っていうと なんかちょっとこう難しそうに見えますけども、まあ、でもこの自然農法無肥料栽培の成功の秘訣はいい種を使うということが秘訣の条件です。なぜならば無肥料栽培は肥料をやらないんですけど、普通の種は、肥料をやって育ってますので、肥料をやらないと大きくならないようにですね、まあ、インプットされてます。それでそういう種を無肥料栽培で使うと、まあ、麻薬が切れたような状態になってですね、禁断症状みたいになってですね、なかなか大きくならないというになります。ですから、無肥料栽培の成功の秘訣は、無肥料栽培で自家採取をして、その種を使って収穫するというのがですね、無肥料栽培の成功の秘訣です。ですから私は、無肥料栽培の成功の鍵はですね、90% の種が握ってるんじゃないかなと、まあいうふうに思っています。ですからぜひですね、皆さんも難しそうに見えますけども、ちょっとコツが分かればですね、そんなに、難しくなくて、種もたくさん取れますので、ぜひ、自家採取にですね、挑戦してみてください。まあ、普通、まあ、人参はですね、結構たくさん巻くとみんなで土を一斉にこう持ち上げて発芽がしやすくなるんですけど、種がですね、まく量が少ないと、まあ、なかなか発芽してくれないということになりますので、特に人参なんかですね、たくさんの種が、あった方が、簡単に発芽します。ですからぜひですね、人参の自家採取に、今年挑戦してみてください。まあ12月ぐらいですね、なったら、まあいい、まあ全部人参抜くんですけども、その形のいい、まあちょうど、まあ頃合いの人参とかですね、色のいいとか、まあそういうのを選んで、まあ私は大体5本ぐらいですね、4、5本、置いて、またもっぺん埋め戻して、そこでもっぺん大きくしていくと。そうすると、ちょうどですね、7月の、まあ、中旬ぐらいには、種取りができる人参になりますので、この7月の下旬ぐらいに巻く人参の発種には間に合うと、まあ、いうふうになります。いい種取りをすることによっていい野菜が取れますので、今日は、人参の自家採取どうぞご覧ください。それから他の種の自家採取も、ご紹介させていただきますので、よろしくお願いします。これはですね、人参の種取りをしているところです。去年の夏に植えた人参ですね、ここに4本ぐらい、植えといたんですけども、もう結構これでもう完熟してきまして、これでもう3分の2ぐらい取りました。それで今日はですね、この人参の種取りをして皆さんにお見せしたいと思います。こういう大きいのはですね、たくさん、種が取れると思います。それでは、後ほどまたご紹介します。ここに種取りをした、人参の種子の傘があります。それから用意するのはこういうふるいで一番目の細かいの、それを受けるやつですね。またここに一緒にザルとかあります。最初にですね、この傘をこうこすりつけて、
こうやっていくだけで結構これでも種が取れます。これを繰り返して種をちょっと集めてみます。これがですね、さっき取った、人参の種ですけども、ここの中にですね、未成熟な種も結構ありますので、今からこれを分別します。どうやって分別するかというと、このバケツに、水があります。はい、まあ、6分目ぐらい水入れてるんですけども、そこの中に入れてですね、それで入れます。で、これを混ぜてですね、で、しっかり、水に浸ったらですね、このまま、4時間放置します。で、4時間放置して、沈んだ種だけ使います。それではまた4時間後に見ます。水につけてから、3時間半経ちました。結構上にたくさん浮いてますけども、今から、この上の部分の、種を全部捨てます。これがそこに沈んだ部分だけの種です。これを乾燥させます。人参の種が、乾燥しまして、こんだけ、取れました。相当取れました。で、これはまあ、袋に入れてですね、冷蔵庫で、まあ、保管するんですけど、まあ一応、野口の種さんの市販の種ですけども、まあこの種のもう10倍ぐらいはあります。はるかに。そしてまあ、この夏の人参の種まきとですね、来年の、まあ、春の人参の種もですね、確保したいと思います。それから、今準備してますのは、これは大根の種です。まあ10本ぐらい。置いといてですね、それで、7月の初めの方に取りました。それからこれはブドウです。もう肥料栽培のブドウめちゃめちゃ美味しいです。本当に今ちょうど売れてます。それからこれがロメインレタスですね。ロメインレタスの種取り、これ花のですね、咲いた後にこう種がつきますんで、あとでこれ種取りをしたいと思います。相当、これも相当取れると思います。からですね、これは明日か明後日ぐらいに種取りするんですけども、中玉トマトですね。今中の果肉を取り出して、種一緒に取り出してですね、完熟させて発酵させます。これは赤色の中玉トマトです。それから、これは、男爵、それからこっちはメイクインですけども、同じくですね、自家採取、メイクインも男爵も自家採取していくとですね、もう味がだんだん濃くなって美味しくなります。で、今8月の今日14日なんですけども、もうすでに160個ぐらいですね、この土の中に入ってまして、今9月の、もう芽が出てます。で、9月の初めにですね、定食ができるように、準備してます。で、まあ、外の暑いところに置いとくとですね、休眠状態になって打破できないので、こうやって、クーラーの効いてる部屋に置いて、土の中に入れてると、もう秋が来たと思って、芽が出ますので、それで、9月に、早く植えれるという具合です。これもしこういう芽出しをもししてなかったら、9月の中旬とか9月の下旬ぐらいになってですね、やっぱり涼しくなってきてからで芽が出ないので、そうするとこの1ヶ月遅れるっていうのはですね、全然収穫の率が変わってきます。まあここに、男爵ありますけども、これでメイクインもありますけども、すごい大きい、今も取れます。これは目出しをしてるからですね、早く、目が出て早く、大きくなるというふうになってます。このように、中が見えるようにしてですね、で、
冷蔵庫に日付を入れて名前も書いてですね、冷蔵庫で保管します。今日はですね、今回は、自家採集のですね、中心に、見ていただきました。美味しい野菜をですね、収穫しようと思えば、無肥料栽培の野菜なんですけども、本当の無肥料栽培の野菜っていうのは、無肥料栽培で自家採取をした種から取った、お野菜がですね、本当の無肥料栽培のお野菜で、美味しいお野菜になるわけです。ですから自家採取の種取りをですね、できるだけやっていくことが、たくさんのお野菜が美味しくなるということになるんですけども、まあ我々はもう大体夏はですね、例えばトマトとかキュウリとかできてきますとですね、すぐにこう収穫したがるんですけども、まあでも一番最初に何をやらないといけないかというと、種取りの準備をですね、一番最初にしないといけない。で、一番最初の方に、木のですね、勢いが、幹とか、まあ、あの茎とか、その勢いが、旺盛な時に、取れたお野菜はですね、種取りがしやすいんですけども、もう終わりの方になって、早生がもう草の勢いが、ちょっと下火になってからですね、取れるお野菜の種はですね、やっぱり品質はあんまり良くないですね。ですから、まあ、夏野菜が今取れてると思いますけども、一番何を最初にしないといけないかというと、種取りの枝とか木を決めて、収穫の前に種取りの準備をするということが、大事かと思います。まあ、今回もキュウリもですね、今もうこんなに大きいのが2本ほどあります。まあ、まだ取ってないですけども、中玉ももう20個ぐらいも種取り用に、さっき見ていただいたように果肉を別にして種取り用に準備してます。まあ、まあ、ミニはちょっとまだこれからですけど、ですからね、まあ、ぜひですね、皆さん自家採取で、ひどくの抜けた種を自家採取して、取るように、してください。F1 とか、まあ、いろいろな、もう、種があるんですけども、やっぱり、ひどくが入ってるからですね。本当はあまり美味しくないんですね。それから、ひどくが入ってるだけに、やっぱり害虫が来て食べられたりとか、病気になったりとかしますので、本当に健康で、病気にもかからない、美味しい野菜はですね、やっぱり、無肥料栽培の種を自家採取をして、野菜を育てるとというのが一番ですので、ぜひ、皆さんもですね、挑戦してみてください。今回ちょっと、まあ、畑に出ましたけど、ちょっと暑いので、今回は、部屋の中から、送りしてきました。ご視聴ありがとうございました。